50メートル走勝負します。リューティング、いやそれは大丈夫だ。多分位置についてよーいドン。どうもこんにちは、タライクの日常が始まりました。YouTuberの達也です。唐揚げを食べさせてくれませんか。見てくれてありがとうございます。いやもう今日は達也さんのチャンネルでリフティング 50m 対僕そのまま素走りで戦ったんですけど、ちょっと僕の方では達也さん後ろ向きやったらさすがに僕勝てるんじゃないかなと思って、やっぱ同じ走りで勝負したいじゃないですか。前は多分もう体重半分なんで確実に置いてかれるんで、後ろ向きぐらいやったら勝てるんちゃうかなみたいなところはあるんですよ。俺後ろ向き走早いで。マジで？うわ早い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 。僕だけで早い。めちゃくちゃ早いの。危な。間違ったかもしれない企画。え、でもこれはさすがに。まあな、50m 後ろ向きで走ったことないもん。ですよね。50は多分こうバランス感覚とかもあるじゃないですか、うん、でこう勢いの乗りすぎてこけるとか。なるほど。なんでこれは僕が絶対に勝ちますってことで勝負していきましょう。お願いします。いきましょう。お願いします。唐揚げを食べさせてくれませんか。いや私を好きになってくれませんかみたいに言うてるやん。いきまーす。位置についてよーいドン。やばいやばい。負けたよな今。勝った。おかしいおかしい。きついしね。後ろ向きはまっすぐ走ってや。こけへんし。勝った。遅すぎるやろ。達也さん、いつも 50m 後ろで走ってるんですか。いつも前で走ってる。前で走ってるんですか。すいません、お会計お願いします。8400円やから、1人いくらや。ガク勝った。いやいや、待って、これ負けるとは思わんかった。何やったら勝てんのこれ。いやもうほんまそう。なんかない他に。僕に勝てるなんかないんか。最後置いていかれたっすね。残り 10m ぐらいでもう勝ち確信。残りで離れる。達也さんの顔見えた。相手の顔見えた。見えた。ああ最悪や。おお。キジバツの 50m らしいっぽいな。キッツ50もう走ってんのに50また走るやん。でしかもハーフ超えてから俺出発するから俺にタッチされたら50から走っていいだけじゃない。から揚げの日常クリロナ君ヒ耳肩くるぶし。